はい、どうも、ワンワンエニキです。はい、なんと、この間から探してた、あの、京急フル線型。はい、じゃじゃーん！ありましたー！はい、早速ですが、ちょっと、開けてみたいと思いましょう。おー、出てきたー。おー。はい、こちらです。はい。はい、こちら。はい、懐かしいわ。あー、もう散々探してた。フル線型。うわー。これね、もう。ですが、早速ですが、ちょっと確かめ、こちらの先導車ちゃんと動くかどうか確かめたいと思いまーす。動くかどうかちょっと確かめたいと思います。しょう、さーて動くかどうか。はい、あれ、ちょっと待って、あ、こっちで使いましょう。こちらの電、単二用の電池で。はい、動くかどうか。はい、動きましたー。はい、フル線型。ライトもついてまーす。はい、復活でーす。はい、動きましたー。はい、ギア割れは特にありません。はい。おー。やっとフル線型に出会い、あー、巡り合いましたねー。おー。うわあ、見つかりましたよー。うわあ。散々探してた、この、フル線型。はい、見つかりましたよ。はい、中間車も、はい、後尾車も安心してください。ございますよー。これでちょっとあの、松岡さんのところで走らせたいと思いますね。おー。あー、懐かしい。ちなみに、いずれもメイドインタイランドです。はい。さらに、あ、これもありましたね。なんかでもらったと思いますけど、E259 系のあの、ナイタエクスプレスのあの、中間車です。まあ、どうしようかな、これ。誰にあげようかな。まあ、いいや。考えときます。これはもう置いて、それよりまだやらなきゃいけないことがありますが、あ、こんなの出てきたな。あ、ディズニーリゾートラインの、おー、モノレールが出てきましたよー。まだまだ本題はこれじゃないですけどね。はい、ありますよ。あれだ。はい、ありましたー。おー、あれ、なんだ、あ、これはなんだ、はい、ありました、四五六です。はい、発見しましたー。おー、まあ、ついにもう、本当に見つかって、ハース嬉しいですー。わあ、これでちょっとまあ、動作テストをちょっとやってみたいと思いましょう。では、動くかどうか確かめたいと思いましょう。おなじみの話ではございますけど、はい、行きましょう。はい、行くかどうか、動くかどうか、あれ？あれ？あれ？あれ、動かないな。え、嘘でしょ。あれ、あー、え、嘘、マジ。ちょっと別の電池でちょっと使ってみますけど、嘘でしょ。あれ、マジ。あ、動きましたー。復活。おー、はい、失礼しました。はい、おー、はい、動きました、復活です。おー、はい、おー、あー、よかった、よかった、めでたし、めでたし。まあ、これからですよ、これから。この来月のプラフェスで
プラフェスでこれをね、ありましたよーい。はい、ありました、ありました。京急フル線型と456ありましたよ。以上、緊急報告動画でした。失礼いたします。アリエル&エリック。